いっぱいなんかアイロンかけとったら毛先茶色くなるとか言うけどね、毛先だけだったらダメない。クリちゃんバラありがとう。ジジマくんハートありがとうございます。タララン、カラボンスター確かに、たたた確かに、でも目だけだよね。悲しいすぎることに、目だけよね。ババン、髪の毛は真っ黒のまんまや、目だけ色素薄くなる。明日やろっかな、何にもないから。猫。猫猫猫猫猫か猫か。こんばんは。にゃ。こんばんは。こんばんは。はいこんばんは。はいこんばんは。カラコンね。カラコンでも、あ、何やったっけ、握手会じゃない、お話し会か、今お話し会とかだったらそうやってもいいよってことにはなってるんですけどね。お話し会でやって分かるんかなあれって。カラコン入ってる。お話し会で分かるんかな。アイスも やりたい、やってみたいぜよ。50カウント完了ありがとうございます。目だけをカメラに近づければ、なるほど、こうやってめっちゃ近づければ、そうオンラインのね公演とかでできたらテンション上がるんかもしれん。でも公演ではできんからな。そう公演でできたらなんかテンション上がりそうやけど。4周年コンサート、あ、当落、当落会ね。どうでしたか皆さん。昼と夜両方当たりました、すごい。お待ちしております。昼夜どっちも当たりました。みんな当たるか、エリアル当たった、よかったよかった、よかったよかった、見ててください。うんうん、ポン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 、どんな公演になるんでしょうか、楽しみでござんす。楽しみでござんす。当選落選、落選星になる、落選落選落選、落選でした。嘘、昼も夜も嘘やん、嘘、そんなことあるん、そんなことあるんですか、絶対嫌われとるな。そんなことあるんですか、落ちることあるん、ピエン、みんな当たると思ってたぜ。ビヤーン。
ジ落選してる人いるんですか？コナンし配信あるんですか？配信はあるんですかね。クラポンです。あ、一般がある。あ、一般が、あ、しかもあれだ。あ、なんかはん、なんかファンの人が予想立てとったわ。4周年周年コンサートか、絶対絶対 DVD になるやろっていう予想立てとる人おったわ。確かにそうだね。そうだねって言った記憶ある。ズームスター、ズームズームスタジアム、やったりさん見えるかもしれない。見に来てください。どんなやつになるんかな。ちゃんと見えるかな。アリサはここにおったわって見えるやつになるんかな。え、アリサって今日おったみたいな。ライブやったら悲しすぎんか。自己紹介だけの時だけは確かに名前言っとったかもしれんって。なんか悲しい。エズベさん、お疲れ、ありがとうございます。猫、福ちゃんが猫を描きました、私の。おてて、うん、なんか気づいてくれたかな。反応してるじゃん、福ちゃん、早い、天才、さすがふくふくキャプテン、反応が早かったです。りょうちゃん、めっちゃ悔しがない、ド派手にいいやつに行こう言ってたら、から、なるほどね、外れたん。りょうちん、ネクタイの結び方わかりませんね、私。わかりません。制服でやろうと思ったことあるけど、わからんやった。サイモンさん、ハートありがとう。おもろい、つぼってるネットに、福ちゃんのネットに、みんな。みんなネット送ってる、じわる。みんなの、この福ちゃんのリプランが猫だらけでじわる。自分で書いてない、書かれたんです、福ちゃんに。くちゃん書いたね、めちゃくちゃおしゃれネットじゃん。おもろい、最高。母さん、やすべさん、ギフトありがとう。あ、お話し会の再販やってるんですね。そういえば、そう、何の再販やっとるんやって思ったら、6枚目ですか。6枚目の再販がもう始まったんですよね。そう、とのことです、皆さん。
これか、これだ、じゃん、6枚目シングルの再販中でございます。鑑賞枠になったこの7時間目、4月3日7時間目とか4月18日の7時間目とかツーショット撮れる部と、あとはこちらです。鑑賞枠でサインが、サイン会が行われる日にちおすすめです。おすすめだにょん。お話をもちろんできるし、サイン会やったらサインももらえます。ツーショットだったらツーショットが撮れます。もちろん普通のお話の日もおすすめなので、 JK 風の日とか歌唱力の服を着る日とか、おすすめはパリピ猫になる日と浴衣着ようかなって思ってる日でございます。ぜひぜひお話がいいよって方はお話し会の日や、写真がいいよって方はこの鑑賞枠の写真丸つけてる写真の日、そしてサイン会はこのサイン会、お待ちしてます。サイン会で配信なんですか。あー、なんかやったね。何日分のサインはあれはあれか、振り替えか振り替えだったか。サインかショールームなんですか。おっと、オーマイガー。では皆さん、サイン会おすすめでサイン会おすすめだよ。サイン欲しい。ぜひアリサのサインをお家に飾ってくださいショールームなんだ、サイン。あらららま、あ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 らま。生写真にサインするんですか。生写真いいね。そりゃレアだね。欲しいでしょ皆さん。サイン会おすすめです。サイン会申し込んだ、嬉しい、ありがとう。はるかちゃんありがとう。いっぱい書くからね。サイン会申し込んでありますよ。本当ですか。心を込めて書くからね。生写真サインはレアだね。4日申し込むか。本当お待ちしてますよ。3日全部違う生写真だって3日とも全部違うやつだって。みんなこりゃ買った方がええやろ。スチューチー3種類とも欲しいやろ。みんなサイン会おすすめよ。お待ちしてます。あとはね、シンプルにね、シンプルにカップリングの曲を楽しみにしていてほしいです。そう特にもう劇場版に選ばれました劇場版に選ばれました。歌唱力メンバーでの「そして僕は僕じゃなくなる」っていう曲、神曲ですそう、歌唱力メンバーでの「そして僕は僕じゃなくなる」っていうね、ちょっと意味深な歌詞のタイトルなんですけど、そう、それどういうことかね、すぐに分かるので。めっちゃ神曲、アリサ一番好きよそう、もちろんね、いい曲ばっかり、カップリング曲でもいい曲ばっかりなんですけど、そう、一瞬のスリルの時もやばっ、なんじゃこの曲いいねって思ったし、そう、原点とかの時もいいねって思ったんですけど、一番いい、一番好き一番好きな曲期待マックスで楽しみにしててください。そして僕は僕じゃなくなるですそし僕なんて略すやろね。そし僕はダサすぎん。僕、そして僕は僕じゃなくなる。僕
略したらなんかいい、ダサいな。めちゃめちゃにいい曲です。ボクボク好きボクボク、そう、歌唱力メンバーやからめっちゃバラードかと思いきやバラードではないんですよ。そう、アップテンポの曲でノリノリな、ノリノリなんかなまあそんな感じの曲で、そうかっこいい曲ですね。明るい、明るいかわからんな、かっこいい曲ですね。すごい、アイさんめっちゃ得意だ曲めっちゃ得意分野でした。だからダンスとかどうなるか気になる。でも歌メインの曲やからどうなるんやろか分からんけど、期待しててください。これは期待マックス、期待裏切らない、絶対みんな好きになれるあの曲嫌いっていう人おらんと思う。そして僕は僕じゃなくなる。楽しみにしててね。宮古先生だるまありがとう。そう、そんなこと言ったらもうなんか歌ってしまいそう歌ってしまいそうか、もうやめとこやめとこすごい楽しかったです。だからレコーディングの時も楽しかった。これは CD になったらどうなるんやろうって思いましてね。キャーバンジュルさんハートありがとう。そう、もうね、なんか聞いたんですけども、自分たちの声バージョンそれももう神だった、神ってたね。神神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 スランプくんハートありがとうございます。パンパカパッパパン、パンパパッパパンパパ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 パ。瀬戸内舞台はあるんですかね。 PR 舞台の曲はありそうやな。まあ言ってんともうないよそう、褒めていただいたところ、これはもうね、自分で普通に眉毛ペンソーって書いたやつ。眉毛ティントもう3日以上経ったので効果なくなりましたね。やばい、あと5分本当や、早っ、早すぎません。じゃあキャッチフレーズいきたいと思います。アリちゃんお尻になるのはアリアリアリサゴーシュコー。はい、ありがとうございます。ここ1年生のアリちゃんことミノシアリサですイエーイ。ナミさんハートありがとう、ありがとうございます。ではギフト読みます。
カリ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 。ナミさん、スランプくん、パンジャラモンスターさん、ミヤコ先生、ジージーマーくん、ヤスベーさん、母さん、サヤモンさん、ジージーマーくん、クリちゃん、ゆうきくん、ひろたんたん、ひとりごとさん、そういちろうさん、キュンですおじさん、母さん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位ひろたんたん、12位スツーチー、11位ひげのまささん、10位ひげひあああひでさん、9位ひとりごとさん、8位母さん、7位そういちろうさん、6位パンジャラモンスターさん、5位最近いろいろ反省した高倉いちきさん、4位ビッグエブさん、3位ゆうぼうさん、2位さやもんさん、そして1位はパパ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 。本日もお疲れ様でした。明日お休みですか皆さんは。明日も仕事があるんじゃよって方は頑張ってください。私は明日は休みです。何をしようかなって感じです。髪の毛を切りましたという報告でした。報告したかったわけではない。いい感じになんか自分でこうなんかクルンってできてから、いい感じにできたら、いい感じに写真撮れたら髪の毛切りましたって送りたいと思います。TikTok 載せたのでぜひ見てください。あと6枚目のお話し会再販中なので、皆さんお話し会の日も写真の日もサインの日もお待ちしてます。サイン会おすすめだよ。サイン会おすすめだよ。あ、2月のねアリコンもそう考えなきゃ。次どんなんしたらいいか考えないとね。よっ、じゃあ明日考える配信しましょうか。アリコン考える配信にしよう。ではまた明日、バイバイ、おやすみ。メイクうすうすアリサちゃんでした。今日薄いな顔が。バイバーイ、ニコ。おやすみなさい。ぜひアリコンについて